今一番必要なもの。カエルにいろいろあるけれど。バカバカバカ。どっこい生きてるシャツの中。バカバカバカ。こけてきたんですよね。エアレーションも。金魚水槽。どうもサボリです。今金魚はまだ寝ぼけてます。あっと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 、少し音とか声にも反応します。で、現在のレイアウトはあっさりレイアウト。今使ってるエアレーション、これ買った時からちょっと調子が悪かった。ちょっと悪くはないんですけど、これを使います。今一番必要なもの。アグアリウム界にとって今カエルの合唱、パカッパカダブルダンス、これの構造はここにね、エアーの管があります。で、付属品はこれ、分岐パーツとこれがエアー調整バルブで、パカッ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 パカパカします。このパッケージの裏が説明書。ことぶき、こんな感じで接続も簡単。水の中に入れたらカエルが合唱するのか楽しみです。金魚とカエルのコラボレーション、果たして仲良くやっていけるのか、セッティングします。カエルのパカッパカッパカッ、セッティングしたいと思います。金魚たちが活発になってきました。セッティングします。うまっうまっ。若干これが大丈夫大丈夫大丈夫。おっと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 、汚れがちょっと舞ってる。いきます。おっと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 、スイッチオン。ん？あ、ちょっとスイッチオン。NG。 ちょっとなんで？スイッチオン。お、あ、カエルのパカパカパカ、カエルのパカパカパカ。どうだこれは。
ちょっとエアーを最大限。このタイミング。これぐらいかな。これぐらいか。お魚たちは怯えてます。近寄ろうとしません。もしかしてね、カエルが怖いのかもしれない。ここちょっと場所がね、威張りすぎなんですよ。そしてね、明るすぎる。カエルの色が白っぽいんでね、露出が合わない。もう少し暗い場所に。これでどうだ？そうでもないですね。まだ警戒してます。しばらく観察します。あ、だんだん慣れてきたかな。だんだん慣れてきた。慣れてきました。あ、ちょっと待って、1個口開いてない。これあれだな、よし、若干傾けた方がいいですね。口が開きやすいように後ろを下げる。これぐらいだな。トン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 。設置から30分経ちました。まだカエルには近づかないんですけど、お魚たちも慣れてきた感じです。今ね、パカパカ片方だけなんですけど、設置の微妙な加減で片方出なかったり、そんなね症状起きます。とりあえずしばらくはこの環境で続けます。以上、カエルの合唱でした。ありがとうございました。